ただいまより新宿ドリームアクティベーション3アンダー35新宿ビジネスプランコンテストファイナルイベントジャンプアップを開催いたします。私は本日の司会を務めさせていただきます、佐生千佳子と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。なお本イベントについては新型コロナウイルス感染症拡大防止のため無観客で実施しております。また会場では人と人との距離の確保、定期的な換気、スタッフのマスク着用、アクリルパネルの設置など感染対策を十分に取った上で実施しております。それではまず本コンテストの概要をご説明いたします。新宿ドリームアクティベーション3は新宿区と東京商工会議所新宿支部が共催し、新宿区内の35歳以下の方を対象に創造的なビジネスアイデアを募り、優れたプランを表彰するビジネスプランコンテストです。また表彰だけでなく審査員による審査、フィードバックやアクティベーターと呼ばれる企業支援者によるブラッシュアップ、アフターフォローを通じてプランの事業化支援を行います。今年はコロナ禍にもかかわらず昨年を大幅に上回る80件のエントリーがありました。その中から書類審査、ブラッシュアップ、面接審査を経て6名のファイナリストが本日の最終プレゼンテーション審査に挑みます。本日はその6名の中から最優秀賞、優秀賞、審査員特別賞の3つの賞の受賞者を決定いたします。それでは大会にあたりまして、主催者であります新宿区吉住圭一区長にご挨拶をいただきます。吉住区長、よろしくお願いいたします。皆様こんにちは、新宿区長の吉住圭一です。本日は新宿ビジネスプランコンテストファイナルイベントジャンプアップをご視聴いただき誠にありがとうございます。本コンテストは新宿区と東京商工会議所新宿支部との共催で、区内の創造的な事業の創出と創業機運の醸成を目的に、若年層の柔軟な発想をビジネス化していただきたいという思いから始めた事業です。本日ご視聴いただくファイナルイベントは、例年であればコンテストの最終プレゼンテーション審査に加え、ベンチャーキャピタルや企業支援課の方々をお呼びし、参加者同士の交流会等も実施しているところですが、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から無観客で行い、オンラインで配信することといたしました。今回のコンテストはコロナ禍での実施となりましたが、エントリー数は昨年度の27件から80件と大幅に増え、アフターコロナ時代の明るい未来に期待が持てます。本日は最終審査に進出した6名の方がプレゼンテーションに臨みます。新宿区は次世代を担う方々による新しい分野への挑戦を支援し、区内産業の活性化を図っていきたいと考えております。過去2回の開催では、社会的に重要な課題を自分たちの身近な視点で捉えた若者らしい柔軟でユニークなプランが受賞しました。今年はどのようなプランが見られるのでしょうか。ファイナリストたちによる熱い思いのこもったプレゼンテーションをぜひご覧ください。吉住区長、ありがとうございました。続きまして、新宿ビジネスプランコンテスト審査員の皆様をご紹介いたします。審査委員長であります一般社団法人 CDO クラブジャパン代表理事鴨淳様、大日本印刷株式会社常務執行役員杉本俊樹様、株式会社ドリームインキュベーター執行役員竹内孝明様、
株式会社グロービスキャピタルパートナーズ、シニアアソシエイト南良平様、株式会社電通執行役員事業統括補佐山口修司様、以上の5名の方となります。それでは審査委員長の鴨様より一言コメントをいただきたいと思います。鴨様、よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。審査委員長の鴨、一般社団法人 CDO クラブ、デジタルトランスフォーメーションを進めてます、CDO クラブジャパンの代表の鴨と申します。今日はよろしくお願いします。でこの度ですね、私3年目なんですが、今年最大のチャレンジ、去年の2月にですね、去年2月に前回行いましたの、ちょうどコロナの前でですね、皆さん全員で集まりまして、それで滞りなく終わったということで、前回良かったんですが、今年このコロナ禍の中で、なおかつ緊急事態宣言も出る中で、どうするかってことで、新宿区主催の新宿区の方々、それから東京商工会議所新宿支部の方々、大変な熟慮を重ねたと思いますが、やっぱりこの中においても、このビジネスベンチャー、若い人への支援っていうのを滞りさせちゃいけないと、続けなきゃいけないという強い意志でもってですね、なんとかできないかということで、今回熟慮を重ねましてですね、一番安全な形で、なおかつ皆さんがこの中できちんと満足する形において、なおかつ若い人を支援するという立場で実行しましょうということで、今回今日に至ったということで、このいろんな決断に対してはですね、勇気ある決断に対しては心からお礼申し上げますということで、我々もですね、その中においてできるだけ最大限努力しまして、いろんな方々のご意見を聞いてですね、結論を出したいと思います。で今年に関しては、特にですね、ベンチャーに関していろんな最大の試練の中で新しいベンチャーが生まれるというのはですね、歴史が過去の歴史、ベンチャーキャピタルの方もそうなんですが、過去の歴史の中で証明しているという、そういう中で起きてますので、今回こういうコロナ禍においてですね、一番最大の非常に素晴らしいベンチャーが生まれてくるという措置になっているということもありますので、一方ではですね、そういうことにおいて我々は非常に期待しています。また今年かなり違うのは、社会課題解決 の、ベンチャーがもうほとんどですということで、皆さん非常にやっぱり社会課題およびコロナとかも含めてですね、リスクに対する、いかにして、ベンチャーとしてそれに解決するかということに関しての、実現したいベンチャーの方々が非常に多かったということで、これも我々にとって非常に心強かったというかね、審査員にとっても非常に心強い、若い人たちが一生懸命考えているなということを、非常に心強いということを感じまして、よかったと、ぜひともですね、この中でですね、本当、新宿区の中でまず頑張っていただいて、そこから世界に向けてですね、飛び出すベンチャーが生まれてほしいというふうに我々も切に願っておりますということで、これから始めさせていただきますので、今日はよろしくお願いします。鴨様、ありがとうございました。それではこれよりプレゼンテーションを開始いたします。ファイナリストの皆さん、自身のビジネスプランにかける熱い思いを6分間で全力アピールしてください。それでは参りましょう。最初のビジネスプランは、エントリーナンバー1、中澤翔さんでシェフズゲートです。頑張ります。はい、お願いします。慶応義塾大学の環境情報学部4年の中澤です。本日は飲食店向けのサービスをご紹介させていただきたいなと思います。ごめんなさい。今コロナで飲食店かなり大打撃を受けているのは皆さんご存知かなと思うんですが、基本的に経営の方針のシフトを求められています。で、テイクアウトとかデリバリーが今主な転換かなと思うんですが、お店での営業がやっぱり飲食店は何より一番大切です。そこで今常連のお客さんが多くの飲食店を支えているのかなと思います。自分は1年間大学を休学して飲食店のマネージャーをやっていたんですが、コロナ前1月から3月の常連客の比率と、コロナ後7月から9月の比率を比べてみると、なんと4倍も常連客のお客さんの比率が上がっているというデータがあります。
ただ常連客のお客さんに連絡を取りたいけど、なかなか今までの食べログとかインスタ、まあ、LINE の公式アカウントとかではこう不特定多数の方にお伝えするのはできましたけど、常連のお客さんだけに伝えるってことが難しかったです。まあ、そこで私はサービスとしてオンライン上にコミュニティを作って、常連さんだけに情報を伝えて、まあ、常連さんからもこう何か提言があったら情報を共有できるような、そういうコミュニティを作れないかなと思っています。まあ、なぜコミュニティなのかっていうと、また繰り返しになってしまうんですが、一方的な今まで不特定多数の方に対する情報発信だと常連さんには伝わらなかった。かといってこう電話番号で直接伝えるっていうこともまた、お客さんにとってはこう心理的な負荷が大きくて、電話もらっちゃったら行かないといけない、お店もちょっとどんな辛い時も電話はしたくないっていう心理的障壁があったので、その中間点としてコミュニティを作りたいなと思いました。まあ、まずお客さんの導入口としてどこがいいかなと思ったら、飲食店に、まあ、レジの近くにこういうポップを掲載していただければいいかなと思ってます。で、今までこういうサービスに入っていただくには、まあ、右のような入っていただくと100円割引ですよとか、次無料になりますよっていうのが多かったと思うんですが、まあ、自分たちは、まあ、常連さんだけにお伝えしたいことがありますと、ちょっと特別なコミュニティです、まあ、そういった導入口で入っていただければなと思っています。あとはお客さんの情報をお店で管理されているお店っていうのはたくさんあると思うんですが、そういうお店はこう常連さん3回以上来ている方、5回以上来ている方に、まあ、DM 電話番号で直接連絡をしていただいて、こういうコミュニティができましたので入っていただけませんかという形でまず導入を考えています。で、まあ、お客さん、コミュニティに入っていただくと、その中でいくつかのグループに分かれています。まあ、お寿司屋さんだったら例えば光り物が好きな人のグループ、まあ、家族で基本利用しますよっていうグループ、あとお店から招待制で5回以上来店されている人の特別なグループ、こういうグループにお客さんはまず入っていただきます。で、なぜ入っていただくかっていうと、まあ、お店側のメリットになるんですが、グループの属性ごとのニーズに合わせて提案をできるっていうことがメリットかなと思っています。今までこう魚がいいタチウオが入ったからタチウオ好きな人にお伝えしたいと思っても、まあ、大多数の人にお伝えすることはできたんですけど、その好きな人にあなただけにお伝えしますよっていうことが難しかったので、グループに入っていただいてそこにお伝えする。で、まあ、複数回来店したお客様っていうのが可視化されますので、その方たちに5回以上来ていただいた方だけにこちらお伝えしてますってことをお伝えすることで、リピーターだった人をさらに角度の高い常連さんに上げていくことができます。で、あと、まあ、顧客の情報要望声を可視化できるっていうのは、まあ、お客さんから見ると複数のコミュニティに入ることになると思うんですが、例えば、まあ、今日8時から急に時間できてどっか行きつけの店で行きたいんだけど、まあ、全部に電話するのは大変、そういう時あると思うんですけど、まあ、そこでこうつぶやきみたいな感じでお客さんがつぶやいていただければ、自分が所属しているコミュニティのお店から逆オファーのような、うちの店だったら今日8時から入れますよっていうオファーがかけられるような仕組みを作っていきたいなと思っています。まあ、お客さん側のメリットとしてはそういうことと、まあ、好きなお店の好きな情報だけを得られる、そして常連になればなるほど特典がついてくる、それが一番のメリットかなと考えています。で、まあ、飲食店オーナーにこういうのを使いこなすのは難しいんじゃないか、まあ、ここが一番難しいところで、正直自分もあのプロトタイプを今回作れなかったので、その UI とかの確認はできていないんですが、まあ、それをどうにか解決するために、まあ、エヴァンジェリスト制度っていうのを考えています。これはまあどの飲食店の常連のお客さんの中に一人はやっぱ IT に詳しい人とか情報発信に長けている人っていうのはいらっしゃると思うんですよね。その方にこう、あなたはじゃあうちのお店のエヴァンジェリストをお願いしますとっていうことをお願いして、まあ、お客さんとしては情報発信を IT のわからない部分を手伝う、でお店としては、まあ、手伝っていただいたら、じゃあそのお客様は毎回来るたび 10% オフとか、こうお店の中の IT に詳しい人とお店が協力し合ってコミュニティを運営していく、そんな仕組みを考えています。で、まあ、ちょっと料金システムはまだちょっと考え中でこんな感じですね。で、まあ、ポジションマップとして我々は常連客に特化したかつ総合的なコミュニケーションが取れるサービスを作っていきたいなと思っています。一飲食店に一コミュニティ、まあ、これからそういう時代が訪れるのかなと思っています。はい、ご清聴ありがとうございました。中澤さんありがとうございました。では質疑に移らせていただきたいと思います。まずは鴨様、今のプレゼンテーションに対するご質問感想などお願いいたします。はい、どうもありがとうございました。
社会課題というかですね、今まさにコロナ禍で飲食店が非常に厳しい状況の中で、やっぱりこういうふうなシステムをね、一刻も早く持ちたいという人は結構いるかなというふうに思っております。その中で、やっぱり気になったのはちょっとそのビジネスモデル、これが非常にいいことなんですが、お金も含めてですね、結構今飲食店も厳しい中で、その飲食店がさらにお金を払ってやるということ自体で、このビジネスモデル的にどうかなっていうのちょっとあるんですが、はい、それはもうちょっとあれですか、月8000円とかあんまりちらっとしか見てなかったんですけど。そうですね、はい、料金システム、ありがとうございます。ご質問まだ考えていないんですが、やはり今までの食べログとかレティさんは月額1万2000円とかかなり大きめな金額を最初いただくっていう形だったんですが、私として考えているのはこう重量課金制というか、一予約を取れたらそれに応じてその売り上げの 2% から 5%、それか300円から500円いただきますよっていう、予約が実際に取れたらお金をいただくというシステムで考えています、はい。それで全体のシステムを含めて回るような形になっているわけですね。バックではそこでは見えなかったんですけど、はい、その御社のシステムを作ってそれで回すということを考えると、はい、それでちゃんと収益ができるというか、はい、そこまで今ちょっと考えきれてはないんですが、システムを運営するのにどれくらいかかるかっていうところまでは考えていないんですが、今あの段階ではこういう形です、ね。はい、わかりました。はい、どうもありがとうございます。鴨様、ありがとうございました。では南様お願いいたします。はい、南です。プレゼンテーションありがとうございました。ありがとうございます。私も非常に時流にこうかなってるなということとともにですね、そもそもそのありそうでなかった CRM ツールなのかなというふうに思ってまして、今日のピッチだとそのコミュニティという言葉を結構こう使われていたかなというところで、いわゆるその他にもありそうなそのファンコミュニティの飲食店版なのかなというふうにこう理解をしました。なので非常にこう可能性あるかなと思っている中で、特にこの飲食店向けといったときにこうどういう属性の顧客をまずはこうターゲットにしていくか、誰が一番そのペインが大きいと思われているかというところをちょっとお考えをお聞きしてもよろしいですか。はい、ご質問ありがとうございます。お客さん側のペインといったところですかね。飲食店に来る顧客、飲食店ですね、飲食店が顧客になるんですよね。あ、そうですね、飲食店側、はいはい、飲食店側のペインとしてはやはりこうお客さんが入らない日とかに常連さんにやはり来ていただきたい、常連さんが一番連絡先を知っていてっていうはずなんですけど、それが今まで電話番号しか分からなかったのでそれができない、直接だと嫌がられちゃうし、ツイッターとかだとあまりに広すぎて常連さんとはつながってない、そこをコミュニティっていうのを店ごとに持って解決したいなっていうのが一番ですね。そういう意味でいくとその飲食店というと結構幅広くなると思っていて、はい、いろんなタイプの飲食店がある、はい、る中でまずはここだったら非常にそのペインが大きいみたいな、そのターゲットのセグメント、はい、という意味なんですけど、はい、今考えているのはチェーン店とかというよりかは個人経営の飲食店を考えています。それの中でも価格帯は自分がいたのが寿司屋だったんですが、2万円から3万円それくらいの価格帯で、常連さんがこうロイヤリティが高いお店、すみませんちょっと言い方が伝わりづらいかもしれないですが、ロイヤリティの高いお店を最初はセグメントとして考えています。ありがとうございました。ありがとうございます。南様ありがとうございました。では以上で質疑を終わらせていただきます。私が常連客であったら使いたいなと、楽しそうだなと、嬉しいなと思えるような、純粋に本当に楽しいなと思えるようなアイデアでした。中澤さん、プレゼンテーションありがとうございました。それでは続いてまいりましょう。続いてのビジネスプランはエントリーナンバー2、工学院大学先進工学部岩田梨紗子さんで、美を目指す人への化粧品ブランドモップです。精一杯頑張りたいと思います。工学院大学先進工学部生命科学科の岩田梨紗子です。今回私が考えた化粧品事業モップについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。自己紹介です。1999年に生まれました21歳です。福岡県出身です。工学院大学に入学すると同時に上京してきました。今はとても楽しい学校生活を送っています。
なぜ化粧品ブランドを立ち上げるのかについて話していきたいと思います。ストーリーとしては弟に出来心でメイクをしたことがきっかけです。一連の化粧をすると弟の目は大きく肌がきれいに見えるようになりました。これを受けて男性も女性のように化粧でコンプレックスをカバーできるのではないかと考えました。近年では男性も女性のように化粧をする人が増えてきています。しかし化粧品を買いに行くときの周りの目が気になるや、そもそもどんな化粧品を選べばいいのかわからないといったような男性の意見がありました。そこで男性が気軽に化粧品を手に取ることができる環境を作りたいと思いました。モップとはどんなブランドであるかについて話していきたいと思います。ブランド名はモップです。こちらロゴイメージです。男女ともに違和感のないデザインにしてみました。モップの由来です。他人からの評価ではなく自分自身が納得のできる綺麗を見つける We can get beautiful things that we can satisfy ourselves My one beauty の頭文字を取ってモップです。モップはどのように事業化するのかについて話していきたいと思います。ターゲットは20代から30代の経済的に余裕のある化粧をするまたは化粧に興味がある男女です。目玉商品はそれぞれの肌質肌色に合わせたパーソナルファンデーションを作りたいと考えています。資生堂が2019年の10月に20代から50代の男性439名にメンズメイクをしてみたいかのアンケートをしたグラフです。これを見てわかるように機会があったらしてみたいと答えた人を含め約9割の人が肯定的な意見を示していることがわかります。肯定的な意見の中の約4割を占める機会があったらしてみたいに私は注目して作戦を立ててみました。作戦1、男性用化粧品と謳う商品を出すことで男性が化粧品を手に取りやすい機会環境を作ることです。作戦2、女性用化粧品も別展開で一緒に販売することで性別問わず一緒にお店に立ち寄ってもらえる機会を作るということです。富士経済が行ったメンズフェイスケアの市場規模のグラフを見て分かるように年々男性がメンズコスメに費やす金額が上がっていることが分かります。近年でのメンズメイクの需要は高いと言えます。委託生産できる株式会社ローザ特殊化粧料さんとの提携を考えています。ローザ特殊化粧料さんは工学院大学のインターンシップを受け入れており、私が所属している化粧品サークルでもお世話になっています。ローザ特殊化粧料さんは小規模でも委託生産ができるということからパーソナルファンデーションの製造が可能であると考えました。化粧品業界はたくさんの会社やブランドがあります。しかし顧客は一つの化粧品だけを買い続けるというわけではありません。ここで作戦3、リピーターを増やすです。リピーターを増やす具体的には男性に向けたメイク講座の開講、レセプションパーティーやファンイベントを行いたいと考えています。店舗をデジタルネイティブストアにするということも考えています。デジタルネイティブストアとは基本的には商品をネットで販売し、リアルの店舗は体験に特化するというものです。ポイントとしては人件費や在庫を圧縮することが可能で、従来の店舗では難しかった顧客のニーズに寄り添えます。顧客に合った商品を提案し、丁寧に商品の魅力を伝えることもできます。モップの商品の値段と内容量の目安です。パーソナルファンデーション、下地、化粧水、乳液クリーム、口紅、アイシャドウ、アイライナー、一連の化粧品を販売したいなと考えています。価格帯は国内の化粧品ブランドと同じぐらいの価格を考えています。品質にこだわることで大手の化粧品メーカーとの差別化を図りたいと考えています。1年目から5年目の事業内容の目安です。1年目はモップを知ってもらうために宣伝広告に力を入れたいと考えています。2年目は店舗数の拡大です。男性に向けたメイク講座も開設していきたいなと思っています。3年目は顧客からの要望に応えて商品を増やします。で4年目は季節限定商品を随時発表していきます。クリスマスコフレとかそういう感じのものですね。5年目は5周年を記念してレセプションパーティーなどを開きたいと考えています。メンズコスメ市場の獲得率は5年で 30% を目指したいと考えています。まとめです。新宿区はダイバーシティのレベルが高いです。 SDGs の5番と10番、ジェンダー平等を実現しよう。
と人や国の平等をなくそう、この2つの項目を主に目標として社会に貢献していきたいと考えています。終わります。ご清聴ありがとうございます。岩田さんありがとうございました。では質疑に移らせていただきます。杉本様、岩田さんのプレゼンテーションに対するご質問ご感想などお願いいたします。はい、杉本でございます。私も進んでは、ではなくてですね、何十年も前に大学の文化祭とか忘年会で女装させられまして、何回か化粧って大変なんだな、ファンデーションがあってこんなの大変なんだっていうのを実感しておりまして、でもそれで綺麗になれたら嬉しいなっていう気持ちも、本心ではなくてそういう気持ちもあるんですけど、よく質問されるでしょうが、やっぱりこれだけ多くですね、国内海外にも化粧品メーカーやブランドがあってですね、しかもまあおっしゃってる男性化粧品に特化したメーカーもあれば、お手伝いしたことありますけど地方発の化粧品っていうのもあって、まあ、その中であえてこう激戦区にチャレンジしようという勇気には敬意を表するんですが、ありがとうございます。本当にただそんな中で一つだけ岩田さんがこれだったら勝てるかもしれないって思ってるところを一つ挙げるとしたら一体どこなんでしょうか。このスライドの説明にもあったようにパーソナルファンデーションがやはりその強みかなというふうに考えていまして、肌質、その男性用とは言っているんですけれども、やっぱり肌質はそれぞれ男性の中でも違ったり女性の中でも違ったりすると思うので、そこのこの個人個人に合わせた化粧品を提供できるようにすれば他のところとはこう差別化できるのではないかなと考えています。なるほど、ローザさんという会社とも提携されているようですから、ただカスタムメイドの化粧品ということで、それと安くというお話がありました。それが見合うかどうかだと思うんですけど、信じるところがあれば考えるよりはまずトライしていただいた方がいいのかなと思っています。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして竹内様お願いいたします。はい、竹内です。どうもありがとうございます。ありがとうございます。なかなか面白いところに着眼されているなというふうにお聞きしておりました。そうですね、2つじゃあ質問させてください。1つ目はですね、あえて、そうですね、男性女性それぞれ多分どういうふうに綺麗になりたいかっていうのは、たとえ、恋人同士だろうが夫婦だろうがそれぞれに違うような気がするんですけれども、あえて1つの同一ブランドにされる理由っていうのは何なのかっていうのをまず教えてください。やっぱり男性用化粧品っていうのは一応世の中にもあるじゃないですか今なんですけども、やっぱりその最初に言ったように、化粧品を買う時の目が気になるとか、そのどの化粧品を選べばいいかわからないといった意見を受けて、女性の化粧品も別で一緒に売ることで女性からのアドバイスもらえたりとか、その女性と一緒にお店に入ることで周りの目を気にせずに化粧品を買うことができる、手に取ることができるというふうに考えてこのようにしました。ありがとうございます。じゃあ2つ目の質問ですけれども、先ほど杉本さんからもお話があったように、たくさん実は化粧品って存在しているという中で、今回何かこう特にですね、こういう対象にこんなマーケティングをすると、埋もれずに私のこの持つというブランドが、アピールできるというような、その辺のプランが何かお考えであれば教えてください。そうですね、ターゲットは20代から30代の、男女なので、やっぱり YouTube とかで化粧をする男の人を私はよく見てたんですね。なのでそこがターゲット、 YouTube とかを頻繁に見る層をターゲットとして、販売することによって、その広告とかも YouTube とかその SNS を積極的に使ってすることによって、若者の目に留まって他の大手の化粧品メーカーよりもこう手に取ってもらえる機会が増えるのではないかなと考えています。ありがとうございます。ありがとうございます。竹内様ありがとうございます。では質疑を終了とさせていただきます。
私の周りの男性方を見ていても年々美意識が高まっているなとすごく肌感覚で感じていました。素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。岩田さん、プレゼンテーションありがとうございました。熱いプレゼンテーションが続いていますね。では続いてまいりましょう。続いてのビジネスプランはエントリーナンバー3、一般社団法人デイドリーマー一ノ瀬元樹さんで、未来を照らす大型おもちゃレンタル事業です。絶対に最優秀賞を取りたいと思います。はい、それでは、未来を照らすおもちゃレンタル事業ということで発表を始めさせていただきます。まずはアジェンダです。こちらの通り本日進めさせていただきたいと思ってます。で、自己紹介をさせてください。私ですね、一般社団法人デイドリーマー代表理事を務めております一ノ瀬元樹と申します。どうぞよろしくお願いいたします。でですね、私個人がどんな活動をしてきた人間なのかっていうところをお話しさせていただきたくて、大学時代から7年間、児童福祉ボランティアをやってきた人間でございます。本当にですね、子どもたちの笑顔が原動力で動かせていただいてます。そんな私が経験から立ち上げた企業が、一般社団法人デイドリーマーでございまして、理念をですね、全ての、より多くの人々が夢を追い続けることができる社会を目指すと設定いたしました。でこちらのですね、理念を達成するためにこう阻んでしまうような課題を3つの観点から今回設定しております。まず1つ目、子どもたちの能力成長です。今こうコロナ禍っていうところで外に出て子どもたちが全体体全体を使って遊べない現状がございますと。でこちらをじゃあ室内用の大型おもちゃでこう解決すればいいんじゃないかって思われるかもしれないんですが、こちらも買い替えるのが非常に大変というような現状がございます。こちら1点目の課題です。次に2つ目、親御さんたちの働き方。今ですね、もうコロナ禍で在宅勤務っていうのがスタンダードになってきている中で、今こちらの悩みのランキング1位がなんとですね、家族がいて集中できないというところなんですね。こちらについても2つ目の課題だと考えております。最後3つ目です。経済上の理由、こちらが一番分かりやすいかもしれません。お金がなくて夢を追い続けることができないという単純な理由のこの3つの課題でございます。こちらを解決するために今回ご提案するのが、未来を照らす大型おもちゃレンタル事業でございます。で大型おもちゃっていうとどんなものをイメージされるかとは思うんですが、こちらのスライドにある通りでございます。でですね、事業の全体像について軽くここでご説明させてください。まず我々がですね、定額制、そして交換回数無制限というこの2つの条件のもと、サービス利用者様へおもちゃ、大型おもちゃをレンタルいたします。でですね、その大型おもちゃレンタルに使用した大型おもちゃの一定期間レンタルしきったものをユニセフさんや、あと児童養護施設なんかにこう現金でですね、寄付をしていきたいと考えております。そこにもう一つ、おもちゃメーカーさんとの協業っていうところも、収入源として考えておりますが、ここは詳しくは後ほど述べるので少々お待ちください。ですね、強みがこちらの3点でございます。まず1つ目から大型おもちゃの取り扱いで、こちら何が強みかっていうとですね、実は今定額制で交換回数無制限でおもちゃを貸し出している企業さんって他にもあるんですよ。でなんですが、そこの企業様方、大型おもちゃ取り扱っておりません。で厳密に言うと1社だけ大型おもちゃ取り扱っているところもあるんですが、東京都のですね、西東京の一部分だけっていうような取り扱いにしているので、そこで差別化を図っていこうと考えております。で次に2つ目ですね、おもちゃメーカーさんとの協業。こちら何をするかっていうとですね、ワコム様、ベート様みたいな占い店舗っていうものを参考に考えさせていただきました。で占い店舗が何をしている企業かっていうのをざっとご紹介するとですね、店舗に来たお客様に商品を売るのではなくて利用体験を提供しますと。でその利用体験をデータとして溜め込んでメーカーさんにフィードバックすることによって収入源をしているというような企業様方なんですが、ここの店舗っていうところを単純に家庭に置き換えて、我々新しいビジネスモデルとしたいと考えております。レンタルして家庭におもちゃを届けてですね、その家庭を通じて利用者データを集めますと。でその利用者データ集めたものをメーカー様へ情報をお渡しフィードバックすることによって新商品の開発なんかにお役立ていただくというところで収入源を確保したいと思っております。こちらのようにデュアルに収入源を持っているところが強みでございます。で最後ですね、こちら収益構造レンタル情報の透明化っていうところの3つ目なんですが、こちらは D2C ブランドのエバーレン様を、参考にさせていただきました。でこちらですね、クリーンな経営を好む顧客層を取り込むっていうところで、こちらの施策で強みとさせていただいております。
ですね、今現状と今後についてご説明させてください。まずはサービス利用者様からです。サービス利用者様、初期の顧客はですね、クラウドファンディングとあとは Google 広告なんかのウェブ広告で集めてこようと思っておりました。でクラウドファンディング、こちら実施済みでございまして、すでにお客様集めております。なので現状は順調と。でここから先なんですが、そのサービス利用者様のご家庭を通じてですね、口コミ、SNS はもちろんなんですが、せっかくなので体験を通して拡散していきたいなと考えております。で、おもちゃメーカー様については、私個人のつながりから今2社ご紹介いただいておりますので、まずは1社、事例を作って横展開をしていきたいと考えておる次第でございます。でですね、事業の展望に関してはこちらの通りでございます。1、3、5年ごとこのようにして成長していきます。でですね、ここでポイントは店舗がないことと、あとメーカー様との協業というこの2つでですね、原価率をこう大幅に下げて営業利益率高いまんまで遷移していく予定でございます。最後まとめさせてください。課題についてはですね、3つございました。能力の観点と働き方の観点と経済上の観点、その3つを、今回解決させていただきます。で強みに関しても3つございました。大型おもちゃを取り扱っていることと、おもちゃメーカー様との協業と収益構造の透明化でございます。で最後現状と今後については、現状進捗、予定通りしております。ここからですね、横展開をしてサービス利用者様とおもちゃメーカー様双方ともに広めていきま す。 でですね、最後ではございますが、こんな三方よしの本事業を回すことによって、夢を追い続ける人々を支援増加させてですね、新宿区日本でさらには世界っていうところの、未来を明るく照らさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ご清聴ありがとうございました。一ノ瀬さん、ありがとうございました。では質疑に移らせていただきます。鴨様、一ノ瀬さんのプレゼンテーションに対するご質問をお願いいたします。はい、どうもありがとうございます。本当こういう時代の中でなんか非常に明るい、なんか本当夢のある事業ということで、素晴らしいなというふうにちょっと思ってます。また子どもたちも喜ぶかなというような姿も目に浮かびます。それでちょっと2つほどあるんですけど、1つはオペレーションをする上でどういう形で予約したりなんかしたりって、結構これね、同じ人気あるやつにはこう予約が集中したりとかっていうことがあるんで、ある程度はスマホを使ったりなんかしたりしてオペレーションするって感じなんでしょうかね。これはそうですね、ウェブサイトを通じてオペレーションしていくようなイメージでございます。在庫管理もデジタルにやっていこうと思ってます。はい、で2つ目ですね、結構今シェアリングにおいてですね、いい面とはもう1個はリスクが結構あったりして、っていうのはやっぱりね、そのいわゆるコロナ の、 そのウイルスがやっぱついてるかどうかっていうんで、それに対するその非常にコスト、一回一回全てこうきれいにしたり拭いたりとかっていう抗菌なことをしなきゃいけないっていうこともあったりと、あと2つ目としてその、結構なんか事故に起きた時 の、 その保証とかってね、結構その誰の責任なのかっていう、そのレンタルする時というなんかね、大型なんで逆にそのなんか滑り台が落ちた場合どうするんだとかっていうリスクがあるのかなっていうのもあったりする。そういう、細かい点なんですけど、結構非常にビジネスモデル的にもなんかできてるし、夢もあるしいいのかなと思ってますんで、あとなんかそういう細かいところを詰めればいいのかなと思ってますが、その辺はどうですかね。リスクに関しては何か考えてらっしゃいます？ありがとうございます。本当におっしゃる通り、子どもが怪我をしたら元も子もないっていうところがありまして、なのでこうレンタル事業って中古品を仕入れてきてっていうのが一般的なモデルじゃないですか。そこを我々新品で仕入れようと思ってます。で仕入れてます。でそれでですね、さらに 1.5 年ですね、レンタルした継続、累計してレンタルしたおもちゃに関してこう、まだ使えるながらもそろそろこう、古くなってきているので交換していくっていう意味も込めて寄付っていうのを作ったっていうようなイメージでございます。わかりました。どうもありがとうございます。頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。では続きまして山口様お願いいたします。はい、山口です。どうもありがとうございました。質問としては2点です。事業の展望のところでご説明をいただきました。初年度3年目5年目とこのように売上と営業利益を伸ばしていくときにですね、ご自身の中で最もこれが実現するためのハードルになることはこういうことじゃないかなってもし考えていることがあれば、それは何かということを教えていただきたいのと、ちなみにそのハードルがあることは僕は悪いことじゃなくて、ハードルがあった方がいいと思っているので、まずそのハードルは何かということを教えていただきたいのが1点目と、そのハードルを2点目は乗り越えるために必要なものは何なのかというのを、どうお考えなのかというのをお聞きしたいです。ありがとうございます。課題、まずハードルに関してなんですが、お客様の数をバッ
パッとこう一気に増やすっていうところがハードルになってくるかなと考えております。でその理由は2点ございまして、まずこうオペレーションが回るのかどうかっていうところが1つ目です。で次にもう1つ、顧客をこう拡大するため、拡大して囲い込むためっていうところの方策がこうどれぐらいの効果が出るのかっていうのがまだ本当に結果としては現れてないっていうところがハードルの理由だと思ってます。でそれについてですね、こう解決するっていうところに関してはやっぱりもう頭を使うしかないなと本当に思っております。でこうオペレーションに関しては、なるべく簡素化して本当に効率的になおかつ安全を確保した状態でやらせていただければと考えてますし、でお客様をこう囲い込むっていうところに関してもですね、ワークショップなんかもちょっと考えたりしていて、なるべくロイヤルカスタマーをまずはこう囲い込んでそこから展開していくっていうようなところをイメージしております。すいません、こちらで大丈夫でしょうか。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。いや素晴らしいプレゼンテーションありがとうございます。未来を照らしてください。一ノ瀬さん、プレゼンテーションありがとうございました。折り返し地点を迎え残り3名となりました。では続いてまいりましょう。続いてのビジネスプランはエントリーナンバー4、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科岡田美宇さんで、障害者スポーツと企業をつなぐです。自分の思いがうまく伝えられるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、早稲田大学大学院の岡田美宇です。私は今車椅子バスケットボールという競技に関わっています。私は競技を通じて障害のある人たちと日常生活を共に過ごしています。彼らと一緒に過ごす中で障害者と健常者の間には大きな隔たりがあるということを感じています。私はこの隔たりを何とかなくしたいと、そういう思いから障害者福祉先進国のドイツに留学をしました。ドイツではスポーツを通じて障害のある人とない人が互いに支え合い共に生きる、そんな社会が実現していました。私はこんな社会を日本でも実現したいと、そう強く願い、この障害者スポーツを通じた企業のダイバーシティインクルージョン推進サポートの事業を始めました。ダイバーシティインクルージョンというのは、組織において一人一人の違いが認められ、強みを生かして活躍できる、そんな環境のことを指します。こうした環境が就職先を決める上ではかなり重要であるというような調査が明らかになっています。またグローバル化やニーズの多様化といった社会的背景や、今注目されている SDGs にもダイバーシティという項目が含まれていることから、現在ダイバーシティ推進に取り組む企業というのは増えてきています。しかし企業さんに対してヒアリング調査を行ったところ、ダイバーシティ推進にはさまざまな課題があることが分かっています。例えばダイバーシティに取り組み始めたばかりの企業さんに関しては、まずどのようなことから始めていいのか分からない、どんなパートナーと一緒に連携していったらいいのか分からない、そんな課題がありました。次にダイバーシティインクルージョンにすでに取り組んでいる企業さんに関しては、パートナーとの連携がうまくいかない、取り組みの成果があまり実感できないと、そんな課題がありました。我々はこうした企業さんの段階に応じてサポートを行い、ダイバーシティ推進を成功に導く、そんなサービスを提案します。それがこの D&I アクティベーターというサービスです。我々は障害者スポーツを通じてデジタルとリアルの両方から企業のダイバーシティ推進をサポートし、企業価値向上に貢献していきます。なぜ障害者スポーツがいいのでしょうか。それは障害者スポーツチームとの連携を行う中で、社員さんと障害当事者の方が関わる機会を作り、その中で多様性の理解促進や一体感の醸成が生まれた、そういった事例があることを聞いています。またスポーツイベントなどの企画を通じて、他のお客さんや企業さん、行政との連携ができ、入札案件につながったというような事例も聞いています。では早速サービスをどのように提供していくのか説明したいと思います。まずダイバーシティを導入したばかりの企業さんに対しては、我々のウェブサービスを通じてダイバーシティ推進に関連する情報を提供していきます。
次にダイバーシティ推進に対する現状と課題を診断できるそのようなツールというものもウェブの機能に搭載して企業さんがその診断を行います。その診断結果からダイバーシティ推進のゴールの設定や最適なプランというものを一緒に作っていきます。次に作成したプランを一緒に行っていくパートナーとのマッチングというものも我々がサポートをしていきます。そしてマッチした企業さん、マッチした団体さんと一緒にこのような企画を行っていくことが可能となっております。でこうした取り組みをさらに広げて価値向上につなげたいという企業さんに対しては我々のネットワークを使ってさまざまなステークホルダーと一緒にこの施策を行っていくことも可能です。でこうした取り組みの成果を可視化させたいという企業さんに対しては私が行っている研究手法を使ってその成果の評価を行います。そして明らかになったその成果を外に向けて発信するためのサポートも行い、企業さんの顧客の信頼度の向上や企業価値の向上につなげていきます。最終的にはこうした事例をどんどん積み重ねていき、データに基づいたサービスを提案するダイバーシティインクルージョンのプラットフォーマーとして展開をしていきます。このサービスのビジネスモデルはこのようになっています。スポンサー仲介料や各プランに応じた費用を企業様からいただき、その一部を障害者スポーツ団体にも提供できるような形でビジネスを回していきます。売上の目標はこのような数値を設定しています。この目標に達成に向けてすでに活動を進めており、3月には丸井さんと一緒にこうした企画を行うことが決まっています。また学校教育のプロジェクトも今6件依頼をいただいておりまして、生命保険会社さんと一緒に進めていく予定です。その他にもどんどん企業さんとの案件を増やしていき、今後は法人登記やウェブの開発、メンバーの雇用などをどんどん進めていく予定です。そして障害者スポーツの力で誰もが自分らしく輝ける社会というのを実現していきたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。ご清聴ありがとうございました。岡田さんありがとうございました。では質疑に移らせていただきます。竹内様お願いいたします。竹内です。どうもありがとうございます。なんていうか、こう岡田さんの着眼点もいいし、思いだとか行動、それからあとサービス その具体化の部分ですね、このあたりもかなり進んでいらっしゃるようで、ちょっと感銘を受けました。素晴らしいなと思います。で、それでは私1点だけ、質問なんですけれども、はい、今すでにも丸井さんだとかいくつかの企業の方もご賛同もいただけていると、はい、でこのダイバーシティ&インクルージョンを使い続けていただかないことには、はい、なかなかそのなんていうんですかね、お母さんのビジネスっていうのはこう、はい、ずっとこう伸びていくっていうことにならないと思うんですけども、はい、一回例えば形の上で、なんだろう、ダイバーシティ、これは分からないですけど CSV 的な発想でですね、いいなと思って参加してくださって、はい、お母さんのところと何かやりましたと、はい、2年目3年目もずっと、お母さんのところを使い続けてくださるっていう理由のところだとか、その辺何かこの動機づけをする工夫っていうのは あるんでしょうか。はい、質問ありがとうございます。企業さんにも間違えた、この価値っていうものをと実感していただくために、それも含めてこの定性評価、定量評価というものを行っていきたいと思います。で実際に我々のサービスを利用したことによって、その企業にどんな効果がもたらされたのかということをしっかりと可視化させて、じゃあ来年もやっていこうというふうに、その継続の契約につなげられるようにしていきたいと考えております。なるほど。結果を評価し、またそれをどうするとさらに良くなるかというところのアドバイスまで含めてやっていくから、はいはい、から継続性があるという、そういうお話ですね。そうですね、改善点も含めてどんどんこうデータを蓄積させて、さらにより良いプランというのを提案できるようにしていきたいと考えております。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。では続きまして南様お願いいたします。はい、ありがとうございました。私から2点なんですけれども、はい、
一つ目は竹内さんの質問にも重なるんですけど、その今こう関心を持ってこう一緒に取り組んでいらっしゃる企業がこう設定しているそのゴールというか求めているそのこの KPI みたいなものというのはどういうものが多いですか？そうですね、ヒアリングを行ってたんですけど、すごく積極的にそのダイバーシティの取り組みを企業価値向上につなげたいという企業さんに関しては、この人材獲得、いい人材獲得につなげたいという希望があったりとか、その雇用されている障害者の方のこうモチベーション向上にもつなげたいというお話があって、そういったそうですね、思いのある企業さんと一緒にそのゴール達成というのをちょっとずつやっていきたいと思ってます。そうすると採用に効くんじゃないか。そうですね、採用とあとブランド価値向上というのに着目して企業さんもあって、ダイバーシティの障害者スポーツの取り組みを行うことで、お客さんのイメージが向上したというような KPI を設定されたいという企業さんもあります。なるほどですね、なるほどですね。確かにその数字としてきちっと現れるようになってくると、なんか続くのかなというのを私も思いましたというところ、もう一つはこのビジネスとしてこうスケールさせていこうと思った時に、このどういう仕組み仕掛け、あるいはこうテクノロジーみたいなものを交えて展開されようとしているのか、要はその労働集約的じゃない形でどういうふうにこれを運営されようとしているのかっていうのをちょっとお聞きしたいんですけども。はい、ありがとうございます。そうですね、広げていく仕組みとしては、このようなプラットフォーム化っていうのをこうウェブサイト内で行って、こうどんどん企業さんとかその障害者スポーツのスポンサーが欲しい障害者スポーツの団体さんがもう登録をして、で自動的にもマッチングが起こるようなこう仕組みをこのウェブサイト内でこう完結できるような、そういったウェブの開発というものを行っていきたいというふうに考えております。その時には御社のその手はあんまりかからないっていう、そういうイメージなんですかね。そうですね、マッチングに関しては手がかからないような、この仕組みにしていきたいと考えております。はい、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。以上で質疑を終了とさせていただきます。私事で恐縮なんですが、先日パラリンピアンの方とお話をする機会がありまして、皆さんの笑顔がこうスッと浮かびました。プレゼンテーションを聞いていてお疲れ様です。岡田さん、プレゼンテーションありがとうございました。残すところあと2名となりました。では参りましょう。続いてのビジネスプランはエントリーナンバー5、オービリン大学ビジネスマネジメント学群、須藤豊さんで、テレビを利用した高齢者見守りサービスです。本日は優勝を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。オービリン大学ビジネスマネジメント学部4年次の須藤豊と申します。本日はテレビを利用した高齢者見守りサービスというものを提案いたします。はい、まず事業概要から入ります。事業概要としては IoT デバイスを利用し単身高齢者を見守ります。こちらは単身高齢者の家にあるテレビに赤外線センサーのついたものを取り付けます。それでリモコンから発される赤外線センサーをリモコンから発される赤外線を取ることによって、高齢者が単身高齢者が今動いているか健常でいるかということを確認します。また装置のをテレビにつないでいますので、テレビの電源オンオフでも見守ることができると考えております。そしてそれで得たデータで、倒れたことを早急に察知します。で、こちら今、通信の方を、安価な LPWA 通信というもので、行うことを考えており、それによって、装置は取り付けるだけで、月額通信費用も、手軽に安く見守りを始められるというふうに考えております。でこちら次サービスの流れとなっております。この赤いのがその見守り装置、私が考えておる見守り装置 でこちら、この未だ、見守り対象者となっている方がテレビのリモコンを操作して赤外線が外され、でテレビについている、見守り装置にが反応します。そしてそのテレビの利用状況をクラウドで送信し、
そのクラウドから今度見守る側の人のスマートフォンに、まあ利用現在の状況を報告したりだとか、もしくはそのまあ昼間なのに3時間以上ずっと操作されてないですけど大丈夫ですかというアラートを送ったりするふうに考えております。でこれ次これプロトタイプなんですけど、この下のこの装置がその今の見守りの装置になっております。でこうやってリモコンでピッピッとやるとこうやってここで反応したのして、でもう一回こうやって反応するとこうやってここからこの動いてっていう、これを利用して見守りを行っていこうかなと考えております。はい、次市場の成長性についてです。こちらは厚生労働省のデータが左側になります。高齢者の単独世帯数というのは、まあ、見ての通り年々ほぼ右肩上がりで上がっており、このサービスの、このサービスの、ユーザーである、高齢者単独、高齢者の世帯数が増えていることが伺えます。そして、こちら右側が、富士経済グループによる、高齢者見守り関連事業の市場予測となっております。こちらもちょっとデータと2017、18、25と飛んではいるんですが、このままおおむね右肩上がりで上がっていくと予想されております。そして、次戦略性の分析となります。先ほども申した通りに、ユーザーは、介護前の、高齢単身者となります。そして、スポンサー誰がお金を払ってくれるのかというところは、少し離れたところに住むユーザーの家族となっております。この少し離れたところというのは、あまりに距離が離れて、インタビューの結果からあまりに距離が離れすぎてしまうと、そもそもこう見守るといった習慣がない、会いに行くといった習慣がないということが発覚し、また、あまりに近すぎると、例えば隣の家とかとなってくると、そもそもこの見守りサービスそのものの必要性がないということから、この少し離れたところに住むユーザーの家族としました。でこちら、チャンネルはこれ家電量販店となっております。この家電量販店とした理由は、先ほどの、LPWA の通信や、取り付けるだけといった手軽に簡単にというところから、さらにすぐ話題に出たらすぐに取り付けられるようにすぐにというところで、近くにある家電量販店でお求めできるようになったらと考えております。はい、そして、強みです。強みは、テレビの側面に装置をつけるだけなので、いちいち監視されているといった緊張感がないこと、そして、また、テレビの横に取り付けるだけなので、普段と生活を変えることなくそのままで、使用することができます。これにより、何か新しくする必要はないので、生活を変える必要がないので、慣れやすく、反応しなかったということがありません。そして優位性は月額料金でした。先ほどの LPWA 通信によって月額は通信料は150円程度となる予定です。そしてこちら高齢者の異常を手軽に察知とあるんですが、こちら私の体験談でして、ちょっと私の祖母が倒れてしまった時に異常の電話がかかってきたんですけど、異常を察知できなかったんです。なのでデータで確実に異常を察知したいということから、こちら異常を察知、手軽に察知できるようなものを考えました。早期発見による汚れ問題解決、実際に3日間以上倒れてしまったので、このようにちょっとモザイクかけてあるんですけど、シミができてしまったりだとか、そういったまたこの入った時の匂いだとか、そういったものをまあ自分で入って自分が実際に掃除した時に、まあ、正直あまりいい気持ちはしませんでした。なのでこの気持ちを他の人にも味わせたくないという思いで今回これを提案いたしました。以上となります。ありがとうございました。須藤さん、ありがとうございました。では質疑に移らせていただきます。まずは竹内様、お願いいたします。須藤さん、どうもありがとうございます。なんていうのかな、目のつけどところというか、社会的なその課題に対しても、それからご自分の体験から、それを発音したというところに関しても、もう一つ言うと、今日の発表の中で初めてなんかこう技術を使ったものというものができて、これはまた特色もあるし、さらには
なんていうんですかね、それも高価な、あとは高い、難しい技術ではなくて、非常に安価で使える技術を使っているというところが、なかなか面白いなと思いましたと。で、逆にですね、さらに言うと、見守りのサービスっていう世の中に実はたくさん出てきてるし、これからもどん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 出てこようとしている中で、多分その簡単に安く手に入ってインストールも簡単で気がつかれないとかいうところ、ここも強みなのかなというふうに思いましたと。一方で1点そこに関しての質問になるんですけれども、ご自分のご体験も重ねていただいて、異常を検知するというのが、つまり動きがないなということを検知するわけじゃないですか、はい、検知した後にどうするんだろうかというところについて、僕はちょっと疑問に思った、疑問じゃないや、質問したいなと思ったんですけれども、検知するだけではダメで、何かしらその次にこうアクションを取らなきゃいけないわけですよね。で、はい、動かないということを検知して、その後どういうふうな、その動いてないということを検知して、どういうふうなアクションなり、次の何でしょうかね、サービスなのか何かにこうつなげていって、結果として、その方を、救うっていうのはきっと目的だと思うのですね、はいはい、そこにつなげていこうとされているのか、そのあたりに関しての須藤さんのお考えをお聞かせください。はい、こちらのサービスの流れのところでもあったように、今私がこの考えている状況では、ここの通信が途絶えてしまって、ずっとテレビの電源が例えばつきっぱなのに、10時間以上経過したとかとなると、やはりもう何かが起きたんじゃないかと捉えるのが、何か捉えるふうに設定するように考えております。そしてそれがこのクラウドにわたりで、この見守る人っていうのは基本的にさっきの、スポンサーのこの見守り対象者の、息子さん、家族とか息子さん娘さんというものを想定しております。なのでその家族に、ちょっと10時間以上ないよ、動きがないよ、電気つきっぱ、テレビつきっぱだよっていうのを送信して、でこちらから連絡して、それでもなければ、おそらく何かあったんだろう、倒れたりしてしまったんだろうというふうに伝えるようにシステムを考えました。ありがとうございます。分かりました。そういう意味じゃ、そのタイムラグをさらにこううまく詰めていけると、もっときっとその、助けられる方をさらに増やすことができるという、そういう感じなんでしょうかね。そうですね。それこそ例えば今 AI とかを活用して、この利用者の方はこう 1ヶ月利用して、大体この時間にこういうことしますよみたいなことが、こうデータがそれさえすれば、2ヶ月目とか3ヶ月目とどんどん情報の精度が上がった状態で、いやちょっと最近この普段とこういう行動が違いますよとかっていうのを、アラートできる仕組みを作ればもっと迅速に、レスポンスできるかと考えます。ありがとうございます。いろいろとまた工夫を重ねていただければと思います。頑張ってください。ありがとうございます。では続きまして山口様お願いいたします。はい、山口です。どうもありがとうございました。今の竹内さんの質問とちょっとかぶってしまうんですけど、なんて言ったんですかね、ご自身のご家族のご経験から、こういうのが必要なんじゃないか、社会で求められてるんじゃないかということに関しては、本当に私事で恐縮なんですけど、私も昨年同じような思いを経験してますので、こういうものがあったら本当に良かったなと、思ったりもします。なので社会的な意義というか、必要とされるものだなとは思います。ただ、高橋さんのご質問とここからちょっとかぶってくるんですけど、本当にその役に立つためには、はい、なんかやっぱりまだまだいろいろハードルがあるなっていうのを感じてまして、でそのハードルっていうのは あって当然で、それをどう乗り越えてけるのかっていうところに、他の人たちにはできないこの事業の醍醐味というか、素晴らしさ、ユニークネスが出てくるんではないかなと思います。で特に私自身お聞きしててちょっと気になった部分は、ターゲットが介護前の方だっていうお話で、いろいろお調べになると、あと
近くに住んでる人の距離感であるとかが現実的なその人たちが一番ターゲットになるということだったんですけど、はい、一方で私の自分の経験からするとですね、はい、介護前の親にこういったものをですね、いくら見守り感がないとはいえ、設置してくださいというと心理的なハードルとか結構実はあるんじゃないかななんて思ってまして、まあ、そのあたりそれ以外も含めてですね、何か実現するための一番重要大きな課題はこのあたりだというみたいなところを、まあ、私が思ったところも含めてちょっとお答えいただければありがたいです。はい、そうですね、私の、実際こう祖母にインタビューしたわけではないんですが、私から見てこう父親、母親に確認しインタビューしてみたんですよ。その実際にこういう端末とかつけたらどうという、もしくはじゃあ玄関にカメラつけるって言ったらどうとか、いろいろとちょっと試して聞いてみたんですけど、やはりこうカメラってなるとなんかこう、まあ、さっきもあれですけど監視されてると言いますかといった感が結構出ちゃうから、それはちょっとっていうふうには言われてしまいました。ですがそのセンサーとかその1個ちっちゃいのであれば、まあ、別に構わないけどそっちでやってねっていう、そのあまり詳しくないのでちゃんとその全部設定できるんだったらいいけどっていうふうには言っていました。なので、まあ、多分おそらくその自分の両親はそういった経験があるから多分そうやって言ってくれるんだとは思うんですけど、やはりこうその心理的なハードルを超えるためにこうもっとこう一般化しなるべくこう普段使うものにこうくっつけてこう抵抗をなくすっていうことが今一番見守りサービスにおいて重要なことだと私は考えました。ありがとうございます。ありがとうございます。以上で質疑を終了とさせていただきます。須藤さんの温かい確固たるお気持ち、皆さんに伝わったのではないでしょうか。須藤さん、プレゼンテーションありがとうございました。さあ皆様、いよいよ最後のプレゼンターとなりました。ファイナリストの熱いプレゼンテーションをどうぞ最後までお見逃しなく。では参りましょう。最後のビジネスプランはエントリーナンバー6、慶応義塾大学医学部、細谷幸喜さんで、すべての人にパーソナルカウンセラーをです。精一杯頑張ります。皆さんこんにちは。エントリーナンバー6番のカウンセリングの定義を刷新するパスタイム代表の細谷幸喜です。よろしくお願いします。まず、ジョブ部分はですね、結構このすごい喫音といってですね、すごい言葉が初めに詰まってしまって、すごいちょっときつい、きついんですけど、その、まあ、カウンセリングをずっと、受けてきました。で、複数のですね、カウンセラーさんを経験するうちでですね、数人目にして、自分にぴたりなカウンセラーさんと出会うことが できその方にすごい救われました。で、このような余分の経験を生かして、他の人々を救っていきたいと思ったのがきっかけです。まずにうつ病患者さんがすごい日本で、急増していてですね、で、まあ、一言でうつ病といってもですね、すごいたくさんのうつ病があって、我々が注目したのはその出産前後 お母さん様に発症する、産後うつです。この産後うつはですね、すごいこうコロナ禍でですね、すごい母親の 13% から 25% に、この産後うつ の予備群が増加しているというデータもあり、またあと出産した女性の10人に1人が発症するといったデータもあります。ではこの産後うつというものを減らしていきたいんですけれども、
で、この産後うつをはじめとしたこのうつ病を防ぐにはそのカウンセリングが有効であるということはもう前から分かっているんですけど、ではどうやったらいいカウンセリングをできるかということについて、この自分の経験を生かしてそのいいカウンセラーの、その条件というものを挙げてみました。それがこちらです。ここでとても大事なのはこの真ん中で、このいろんなですねカウンセリングの書をその客観的に選んで、でその人に合ったものを選ぶということなんですけど、これが本当に難しいんですね。本当に難しいです。これはその、まあ、このカウンセラーさんが自分の経験にもよって、それがどういうものを選んでいくかというものも、変わってきてしまうので、これをどうにかしたいというのがあります。まあ、しかしながらですね、これらは、まあ、まだまだ仮説の段階で進むので、これを実証していく必要があります。それがこちらです。まあ、まず最も大事なことはこのパスタイムではその普通のカウンセリングは一切行いません。ビデオ通話を用いた、カウンセリングしか行いません。で、そうすることによって、その音声や動画像のデータを収集して、でこれらを画像解析、あと音声に認識式、そして自然言語処理を用いて、解析を進めます。で、この解析によって、この条件が、まあ、あっていたかどうか、もしくはまた新たな知見が見つかるかもしれません。で、この知見を、逐一カウンセラーさんに報告していくことによって、カウンセラーさん そのカウンセリングに質を保つことができるというものが、このモデルの利点になったってあって。おります。で、このモデルはですね、このカウンセリングをデジタル化することによって、その高さや科学的根拠の低さというものを同時に解決することができます。ということは、そのパスタイムはですね、そのデジタル化によるデータ収集や解析によって、エビデンスに基づく科学的なカウンセリングを実現していくことができます。市場規模の概算です。このようになっております。ユーザーの分析は、大体10年後に80万人に到達すると予測されていきます。目標は6から8年後時点で年商100億円を目指します。今後の展望はこのようになっていて、およそ10年後にカウンセリングの保険的適用化に向けて、行政に提言します。メンバーはこのように当たっており、ここでですね、今、開発中のパスタタイムのアプリの紹介をします。このような形で、すごい簡単にですね、カウンセリングの、カウンセラーの予約を可能としています。で、またこの EPDDS と言います、このメジンバラ産後うつスケールというものを用いており、この質問によって、妊婦さんの精神状態を把握することもできます。今後 UI 等を改善していきます。ご清聴ありがとうございました。細井さん、ありがとうございました。では質疑に移ります。鴨様、お願いいたします。はい、どうもありがとうございます。コロナ禍も含めてですね、かなり今世界中でメンタル的な問題が非常に起きていると、うつが起きているということで、どう解決するかというのは、これは日本だけじゃなくて世界での共通な課題になっているというふうに認識している中で、一つ前回と進歩したのは、デジタル技術を使ってということで、さらに思ったのはですね、見て思ったのは、インタビューをしながら技術を使うのと、ここはあれですかね、音声動画像データっていうんで、顔とか写真とか見てですね、その人の顔の状況とかそういうのを見ながらも
それをデータ分析して解析するというところまで行くって感じですか。そこまで行きます。で最終的に要求にはそのカウンセリングをしつつその場でもうこの人の感情がその数値化してバーッとずっと出てくるっていうその追加でそのような仕組み表明を作ってまいります。これは多分本当に世界で始めたと思います。これはまあ、その時の課題になるのは AI 等を使うと思うんですけど、かなりそのまあデータをたくさんのデータを用いないと AI はね学習しないといけないっていうんで、その辺のデータを集めるの結構辛いっていうかね、大変だっていうかね、こういう患者データとかなんで、これはどういうふうにやる予定なんですか。そうですね、こちらの自分たちのですねこの CAO ですね、この人評価ですね、この精神疾患に対するそのなんか医療統計医療統計のすごいあの解析に従事している人ですね。こちらですごいデータをまずこの動画像ってすごいちょっとやっただけでもものすごいデータになるんですよ。でこれをそのエクセルどこかにこう数値化するともうとんでもない量になるので、まずデータ集めに関しては、まあ、全く問題ないと思います。初めの今年ですね、今年はまず3人から5人で始めて行こうと思ってます。で3人で何サイクルか、あと、まあ、5人ぐらいで何サイクルかしていくとこの上の知見ですね、ここら辺の知見が見えないんですけど、これですね、こちらがもうすごい勢いで溜まっていきます。でこれを医療統計的に解析をしていくともう一本のそれこそ論文がかけるくらいの情報量が集まるので論文も書こうと思ってます。わかりました。そう、学習は数人でしてもう既存データを常に集めて、あんまりその学習そんなしなくてもできるっていうような AI を使うって感じ。はい、既存の AI もいくつか使おうと思ってます。例えばここの画像解析に関してはその表情の分析する AI がもう当たって、それを使おうと思ってます。であと音声認識に関しても、その声の抑揚ですね、この抑揚の激しさとか、あとはそのあまりこううつ傾向にある人って発する言葉が少ないんですね。こうなんかボボボみたいなでピーってシーンとしてでまたボボボみたいな感じでこういうなんか波形がすごいなんかポツンといったっていう波形になるあるかことがもう分かっているので、そういう研究の成果も用いて組み合わせるような形で作っていこうと思います。だから一から作るのは非常にきついんで、もう元からあるものをうまく組み合わせていって、で一つの全く違うものを作るっていうのがパスファサイムの AI の分析の手法です。わかりました。その辺の AI エンジンがもし本当にできるんであれば非常になんかすごいなというふうにちょっと思いました。はい、頑張ってください。ありがとうございます。では杉本様お願いします。はい、細井さんありがとうございました。こういうニーズは間違いなくあると思うんですけど、私のことになるんですけど、私の会社でオンラインの今流行りの診療だとかですね、はい、あとこうメタボ対策で特定健診を受けて生活習慣病の可能性があるってんで、この保健師さんや管理栄養士さんが保健指導をすると、会社員忙しいからオンラインでやろうというようなサービス、もしくはこう禁煙治療をオンラインでやるとか始めていたりして、まあ、企業さん相手にやってるんですけど、でそれは今通り一遍のやり方で手段をオンラインでやるというだけなんですけど、細谷さんのアイデアを盗むわけじゃないんですけど、溜まったデータを分析してもう少し精度を上げるようなことも、それは私自身もこれからトライしていこうと思ってるんですけど、やってみて思うのは結構コストがやっぱりかかってですね、かかりますね。それで今そういう保険指導みたいなものは今政府が企業にこうある程度強制してるので、企業さんがお金払ってくれるわけですけど、なかなかこれ一般の人が受けるかなとかですね、あとメンタルヘルスケアもオンラインでやろうとしてるんですけど、特徴的なのはやっぱりこう大企業のこの偉い方がストレスが多くて人知れずこっそり名医のケアを受けたいとか、はい、そういうニーズは結構あるんですけど、そんな中でこの割とこう一時的ではなくてこの伴走していくサービスだと思って、
で私ちゃんと理解してないんですけど、完全にあのカウンセラーが消えるわけではなくて、カウンセラーを強力にサポートするツールだと思うんですね、もしできれば。とはいえこれをあの一般的な生活者が受け入れるコストで本当に提供できるんだろうかと思うんですけど、その辺はいかがお考えでしょうか。素晴らしい質問ありがとうございます。これはですね、このサービスはここの赤い点線の矢印があるんですけど、これが肝なんですね。あのこれここのすごいところは、初めのカウンセラーさんですね、このここ1年から2年ぐらいのでやってくださる、それあるそのカウンセラーさんはもう普通の例えば臨床心理士とかそういう資格を持った、まあ、いわゆる専門家の人がやっていくんですけど、このノウハウを作ったら、今度はそれをこのもともと普通のお母さんだった人ですね、この人をカウンセラーにしちゃうんです。あのこれが最もすごいところ、ここでそのカウンセラー、そのなんか普通カウンセラーって言うと、まあ、やっぱ専門家みたいな感じじゃないですか。そういうことなくて、一般人をカウンセラーにするというところが、このハサイムナイト究極もうあの一番の目的になりあのということによって、コストを抑えることも可能になってくると思います。そのカウンセラーに変わっていくお母様っていうのは、どちらかというと収入を目的にというよりは、社会貢献のためにそういう活動をされるような方を集めてくるとか、そんなイメージなんでしょうか。そういう感じです。あとはあの、まあ、単純に、まあ、あとそのなんか産休明けのお母さん方で、はい、でやはり産休を経てしまうと、やはり日本のやっぱやはりだんだんそのまあジェンダー的にですね、やっぱりお母様方の 40% はもう働かないんですね。だからそういう方々にとってその人々の助けになるっていうこの仕事を与えることは本当にもう有意義なことだと思っております。そうするとなんか最初顧客であるけど、途中からカウンセラーに変わるというようなそんなイメージですね。そうです。で、ぐるぐるまとまって待っていきます。よくわかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。では質疑はこれにて終了とさせていただきます。本当に目が覚めるようなアイデアで感銘を受けました。細谷さん、プレゼンテーションありがとうございました。以上で全てのプレゼンテーションが終了しました。皆様お疲れ様でした。どれも斬新なアイデアばかりで感動いたしましたし、皆さんの熱気が伝わったのではないでしょうか。視聴者の皆様いかがでしたか。ではこれより審査委員による受賞者の選定に入ります。審査の間はプレゼンテーションを終えたファイナリストたちへのインタビュー動画をご覧ください。はい、今プレゼンが終わりました。多くの方にこういったコロナ禍の中でも、参加していただいて、大変恐縮です。これからサービスまだアイデア段階なので、プロトタイプを作って実際にリリースできるようにこれから頑張っていきたいなと思っています。今回はこのようなビジネスコンテスト新宿区で開催していただきありがとうございます。とっても緊張して心臓バクバクの中、プレゼンが終わってとても安堵しています。プレゼンテーション、公開プレゼンテーションになるまでとてもあんまり知識がない中、自分なりに考えてやったので、そこがすごい難しかったんですけど、アクティベーターの方が丁寧に教えてくれたことでここまで来れたんだなってすごく感じて感謝しています。お疲れ様でした。終わらせていただきましたプレゼンテーション、なかなかこう感想としては、ね、今ホッとしているところではございます。でなんですが、ただここでこう終わりっていうところのビジネスモデルではなく、こうちゃんと事業を回していくっていうところからが始まりだとは思っているので、まあ、今回の結果、まあ、良ければ一番嬉しいことではあるんですけれども、悪かったとしても良かったとしても、どちらにしろお客様の顧客満足度っていうところを大事にしながらやらせていただければと考えている次第でございます。ありがとうございました。途中で詰まってしまったりとか、うまく思いを伝えられたか分からなかったんですけれども、ここまでプレゼンの練習に友達に手
伝ってもらったりとか多くの人に支えていただいたのでこ うまくプレゼンテーションがベストを尽くせたんじゃないかなというふうに思っております。今後は今日プレゼンしたビジネスっていうのを実際にどんどん進めていき本当に障害者スポーツを通じて誰もが自分らしく輝ける社会づくりにどんどん取り組んでまいりたいと思います。今日プレゼンを聞いてくださった皆さんぜひ応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。今回は実際に自分で発表してみてものすごく緊張したっていうことが一つと今終わってみてあこれやってよかったなっていうすごい達成感のようなものがあります。私のこのプランも正直こう最初はもっとめちゃくちゃなものでですが、こちらに応募してでアクティベーターの方をつけていただいたことで一気にいろいろな知識や情報が入ってきてものすごくこう現実的なやれるんじゃないかというふうな案に成長しました。もし皆さんもよろしければ来年応募してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。まあ、じゃあやはりちょっとなんかどもどもりがちょっと伸びなかったんですけど、ちょっとまあ無事に覚えることができて、本当に嬉しい嬉しいです。本当にこのモデルを作ってから刺さるのにすごいもうメンターの方々や、あとはそのジョブ部分のメンバーですね。そのに本当にもう心から感謝しないと本当にもう感謝の気持ちで。もういっぱいです。今後もですね、ここで終わりにしないように、どん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 進んでいけたらいいなと、いや、行くようにします。ありがとうございました。お待たせいたしました。審査委員による選定が終わりました。これより受賞者の発表を行います。なお新型コロナウイルス感染症拡大防止のため表彰式は後日取り行います。あらかじめご了承ください。それでは発表に移りたいと思います。優秀賞の発表です。優秀賞を受賞されましたのは、岡田美優さん、障害者スポーツと企業をつなぐです。それでは優秀賞を受賞されました岡田さんから受賞コメントをいただきます。この度はこのような賞をいただけてとても嬉しいです。今の気持ちを率直に表現すると嬉しい反面ちょっと悔しいなという思いもあります。ちょっといろんな人にこう支えられて優勝するのを目指してたのでちょっと残念だったなというふうに思うんですけど、初めてこうビジネスコンテストでこのような賞をいただくという成果が出たのでとても嬉しいです。そうです、今は私本来こうビジネスコンテストというかプレゼンテーションがあんまりこう得意ではなくってこういう人前で何か喋ったりとか伝えたりするのがすごく苦手なんですけど、今回いろんなメンターの方とかチームのメンバーあと友人の方に何回もプレゼンを見てもらったりとかこう話す言葉のチェックとか、まあ、笑顔はこう本番は映らなかったんですけどもう見てもらったりとかしてこう本番実力以上の力を発揮できたので本当に皆さんに感謝の気持ちを伝えたいなと思います。今後は今のビジネスをより加速させるために今任意団体でやっているこのサービスを法人化させてどんどん事業を進めていきたいなというふうに考えております。あとはそうですね、法人化するにあたって最初に資金調達もどんどん行っていきたいと思っているのでそのあたりもどんどん進めていけたらいいなと思います。いただいた賞金の使い道は、じゃあ半分は法人登記の際の資本金にちょっと当てたいなと思っていて、
て、で残りの半分はそうですね、じゃあお世話になったアクティベーターの木川さんとあのチームのメンバーと一緒にコロナが明けたら焼肉に行って、こう美味しいものをたくさん食べたいなと思います。岡田さん、ありがとうございます。優秀賞を受賞されました岡田さんには、後日行われます表彰式にて記念品と賞金20万円を進呈いたします。続きまして最優秀賞の発表です。最優秀賞を受賞されましたのは、細谷幸喜さん、すべての人にパーソナルカウンセラーをです。おめでとうございます。それでは見事最優秀賞を受賞されました細谷さんから受賞コメントをいただきます。本当にあの今でもちょっと信じられないんですけれども、本当にあの一番言いたいのは、この本当にその素晴らしいビジネスモデルを、あの一緒に、考えてトラク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 トラだったそのアクティベーターの、人や、あとはあの自分たちの、メンバーにですね、あの本当に感謝を、申し上げたいと思います。また本当にこの素晴らしいあの、あの会をですね、各局してくださった、新人塾や、あとは東証新宿支部のにあの本当に、感謝を述べたいです。ここで終わりにはならないように、これからも、頑張ってまいりたいと思います。今回本当に、ありがとうございました。今後はですね、やはりあの、まあ、このままですね、あのこれを、このまま事業化していって、で、よりあの多くの、人に、使っていただけるような、素晴らしいサービスを作っていこうと思っております。また、まあ、医学部の方のやっぱり勉強も、まあ、きついので、そちらはそちらであのしっかりと勉強して、あの立派な医者にられるように頑張っていきたいと思います。やはりあのこのビジコンを通して分かったことは、その自分がその作ったビジネスプランをその人に発信していくという、そのスピーチ力とか、自分はちょっとあの、まあ、既存なんであれなんですけど、そういう、まあ、うまいプレゼンの仕方とかを勉強するという点においても、もちろん素晴らしいあの機会だったと思うんですけれども、それよりも前にその、まあ、一緒に自分のビジネスプランにその共感をしてくれたその人々とか、あとはそうですね、その一緒になったってそのどうやったらもっといいものが作れるかなってこう考えてくれるような、そういう本当に素晴らしい人との、新しいつながりが増えたということが、本当に今後の人生において、最も貴重な経験だったと思うので、まあ、単にそのスピーチの演習とかいうわけじゃなくて、そういうもっと広い意味で自分の人生を、まあ、根本から変えてしまうような機会だなと、思いました。なので本当にまたそうですね、そのなんかちょっとこうビジネスプランちょっとやってみようかなっていう思ってる人は、もう積極的にどんどんビジネスコンテストに、出場を、した方が、もう確実にいいと思うので、皆さんも頑張ってください。細谷さん、ありがとうございます。最優秀賞を受賞されました細谷さんには、後日行われます表彰式にて記念品と賞金50万円を進呈いたします。それでは今回の審査結果にあたり、審査員の皆様からファイナリストへのフィードバックコメントをいただきたいと思います。まずはじめに、残念ながら受賞に至らなかった4名の方へのコメントをいただきます。まずは
中澤さんへのコメントを竹内様よろしくお願いいたします。中澤さん、竹内です。この度は、残念ながら受賞ができませんでした。ただアイデアも、着眼点もそれから中澤さんご自身の思いもそして、まあ何よりも時流にも乗っているというかですね、求められているサービスだなというふうに思いますし、私自身あったら使ってみたいなと思えるようなものでございました。これビジネス的に考えていくとですね、まだまだそのマネタイズの方法だとか、お客さんをどうやって広げていくんだろうかとかですね、工夫するしないといけない点っていうのはまだまだあると思っていて、そういう意味ではまだ荒削りだとは思うんですけれども、審査員の間でも話していたんですけれども、うまくやるともしかするとひょっとすると化けるかもしれないななんていうようなお話もありました。ですので残念ながら受賞には至りませんでしたけれども、ぜひともですねトライアンドエラーを実際にやっていただいてですね、で、そこからいろんな学びもあるでしょうし、また世の中の飲食店の方々をですね元気づけるという意味でもすごく価値のあることだと思いますので、どうぞこの先も頑張ってください。以上でございます。竹内様ありがとうございました。続きまして岩田さんへのコメントを山口様お願いいたします。岩田さん、素晴らしい、ビジネスプラン、ビジネスアイデアのご提案プレゼンテーションを本当にありがとうございました。私たちが住んでいるこの日本という国はまだまだ、多様な考え方とか価値観を、十分認めることができてない社会なんではないかなということを、お話をお伺いしながら私は考えてました。そんな社会の中で岩田さんのアイデアというのは、多様な価値観や考え方を受け入れる優しい社会にこの国が変わっていく、そんなきっかけになるかもしれないなという素晴らしいアイデアだと私自身は思いました。今回、最優秀賞優秀賞というのには選ばれませんでしたが、ビジネスアイデアビジネスプランの中には本当にそういった社会的な意義がある素晴らしい光るものがあると思いますので、ぜひ頑張っていただきたいと思います。本当にありがとうございました。山口様ありがとうございました。続きまして一ノ瀬さんへのコメントを南様よろしくお願いいたします。一ノ瀬さんお疲れ様でした。残念ながら今回受賞には至らなかったというところなんですけれども、正直票が割れていた部分もあって非常に惜しい状況にあったことはお伝えしておきたいと思います。非常に小気味の良い勢いのあるピッチということで非常に印象的でした。実際その審査員の中でもですね、実現可能性の高いサービスだよねと、想像できるよねという声は非常にあってですね、そういう意味で非常に惜しかったというのは間違いないですと。一方でちょっとその NPO っぽさが出ている中で、これがその収益追求なのか、はたまたその完全にミッションドリブンで社会貢献みたいな方向なのか、ちょっといろいろな要素が混じりながらですね、ちょっと難しいいくつもの課題を一緒に解こうとしている複雑な連立方程式みたいなですね、そういう状況に見えていたことも事実でして、なので何を主にこう解決しに行くのか、そのために何がベストなのかと、そういったところをもう少し突き詰めてですね、ビジネスであればどういうふうにこうスケールしていくのかと、こういったところをですね、より詰めていっていただければなと思っております。期待してます。お疲れ様でした。続きまして須藤さんへのコメントを再び南様よろしくお願いいたします。須藤さんお疲れ様でした。今回は残念ながら受賞には至らなかったんですけれども、唯一のハードウェアを絡ませたビジネスに挑戦されているというところで、非常に審査員一同興味を持って聞かせていただきました。非常に強い個人の原体験をお持ちで、それを原動力にですね追求していこうといかれる姿勢は非常に素晴らしいなと思ってますし、
間違いなくこの先ますます必要になるサービスだろうというのは皆が一致するところであります。一方でコメントにもあったと思うんですけれども、競合サービス競合製品というのは世の中にやはり存在はしていて、一方で必ずしも普及してきれていない普及していないという理由はやっぱあるはずですという中で、どうすれば普及していくのか、このあたりが大きな肝になるんだろうなというふうに我々も考えていました。そんな中で、須藤さんに関してはですね、実際その調査も踏まえて、こうすれば設置のハードルが下がるんじゃないかという仮説をちゃんとお持ちでですね、それを追求するようなプロダクトを開発されているというのは素晴らしいなと思いますし、ぜひその仮説が正しいというところをですね、実証していただければなと思っております。本当にお疲れ様でした。南様ありがとうございました。続きまして、優秀賞を受賞しました岡田さんへのコメントを杉本様お願いいたします。岡田さん、優秀賞おめでとうございます。岡田さんのこの事業にかける熱意や数々のご経験は本当に素晴らしいものがあると思います。計画されている企業の CSR 活動の評価とかサポートからスタートされると思いますけど、ぜひですね、時間をかけていろんな企業のですね、特性に応じたオリジナルの CSR 活動、それそのものを創造するような、クリエイトするような活動にまで昇華していっていただきたいと思います。高い理念と熱意をお持ちなので、ぜひですね、高い目標を持ってですね、さらにブラッシュアップしていただきたいと思います。今日は本当におめでとうございます。杉本様ありがとうございました。続きまして、見事最優秀賞を受賞しました細谷さんへのコメントを山口様よろしくお願いいたします。はい、細谷さん最優秀賞受賞本当におめでとうございます。本当にですね、驚くほど多くの女性が、一人で悩んでいる、そんな厳しい社会なんだと、改めて思い知らされました。そんな中、産後うつで悩む女性だけではなく、もしかするとそのお子さんや周囲の人々、多くの人々の人生に、明るい何か、光のようなものをもたらす本当に夢のあるビジネスプランだということで、審査員一同感銘を受けました。新宿ドリームアクティベーション、このビジネスプランコンテストの名にふさわしい本当に夢のある、ビジネスのプランアイデアだということで、審査員一同本当に、最後はほぼ満場一致といった雰囲気で、細谷さんのアイデアプランに関して、票が入ったというふうに思っています。私自身本当にお話を伺いながらも、これが本当に実現したらどんなに素晴らしい社会になるんだろうかと想像したときに、本当にちょっとうるうるとするぐらい心が動きました。ぜひ実現していただきたいと思います。おめでとうございました。山口様ありがとうございました。それでは最後に、審査委員長の鴨様に本日の総括コメントをいただきたいと思います。鴨様よろしくお願いいたします。どうも、審査委員長の鴨です。今日はどうもありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。まずですね、このコロナ、最初にもお伝えしましたが、コロナ禍の中で、どうするかということを、考えていただいてですね、ギリギリの決断でですね、やっぱり今年もやろうと、こういう中でも若い人を応援しようということを決断されました新宿区および東京商工会議所新宿支部の方々に厚く御礼を申し上げます。我々審査員としても本当にやりがいがあったイベントということで、本当に素晴らしいなと思ってます。どうもありがとうございます。でその中でですね、我々非常に良かったのは、今回特に SDG ネイティブと言われているその Z 世代の人がですね、非常に活躍して、彼らもともとデジタルの中で、なおかつ社会課題ということに非常に関心があるという、そう Z 世代が世界中出てまして、その方々からですね、本当に真剣に、なおかつ世の中を変えなきゃいけないと、これだけ問題があるんだということをですね、思って、さまざまその
まだまだ荒削りなところもいっぱいあるんですが、まあ、そういう中で本当に真摯にですね、自分たちのアイデアを考えてぶつけてきたということに関してですね、我々も正面切って、本当にどうしようということでですね、議論しまして、もうカンカンガクガクの、まあ、議論をしながらですね、最終的にはやっぱ新宿区の、やっぱドリームアクションと、やっぱドリーム夢ということを考えましてですね、まだまだこれから非常に道半ばかもしれないんですが、細谷さんに、今回最優秀賞ということにしました。でなおかつお母さんに関しても本当にまあ子どもの時、若い時から留学したりとかですね、そういうふうな本当社会課題を自分で感じてですね、なおかつそれを実現したいっていう夢のある中でですね、もう本当惜しかったんですが、まあ接戦だったんですが、岡田さんにはその次ということでした。で一方で審査員特別賞どうしようかということで、今まではですね結構審査員特別賞を出したんですが、我々がするとですね、まあ、一方では大体社会課題の中の実現のテーマに関しては非常に今競争厳しいというかですね、どこでも出尽くしているの結構テーマが多いので、そういう意味ではなかなかまだまだ実現するにはまだ競争が激しいなというところでですね、いつも特別賞に関しては本当に奇想天外、すごいなと、こんなアイデアがあったら素晴らしいなっていう、我々ちょっと思いつかなかったようなところにですね、いつもお渡ししてますので、まあ、そういう意味では今年は、まあ、ある意味ではですね、かなり、まあ、議論というか、ね、いろんなところで出てるアイデアが多かったので、やっぱり審査員特別賞っていう意味では今回は受賞に至らなかったということもあります。ただ皆さんも本当にちょっとした差ですので、まだまだ今回ダメだということであってもですね、まあ、来年もありますし、まだまだまたまた何度でもチャレンジしていただくということで、別に今回これがダメだったから諦めようじゃなくてですね、また来年もまたチャレンジしていただいて、そこで我々また審査員もですね、まあ、チャレンジしたことに対して敬意っていうかですね、またその熱意を持ってリスペクトしてですね、また、まあ、評価するというふうにしていきたいと思いますの で、また今回受賞した人もですね、これで受賞したからよかったじゃなくてですね、まだまだ審査員からするとこれからまだまだ100分の1かもしかしたら12ぐらいかもしれないので、結構、やっぱり実現する、やっぱりそういう夢を実現するっていうのは非常に、まあ、事業をするっていうのは収益化するっていうのは皆さんも我々審査員分かってますが、非常に大変なことですので、まあ、それに向かってまだまだこれに甘んじることなくですね、新宿の、まあ、東京商工会議所の皆さんのサポートも経て、周りの人の、まあ、パートナーも経てですね、頑張っていただいて、最終的には本当新宿発のですね、世界に行ける、まあ、一つの、まあ、事業ということで羽ばたいていただけるということを我々としては審査員一同願っておりますということで、皆さんどうもおめでとうございます。皆さん頑張ってください。また今回ダメだった人もまた来年もチャレンジがありますので、またチャレンジしていただくことを我々期待しております。ということで今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。鴨様ありがとうございました。受賞者の皆様誠におめでとうございます。また残念ながら受賞に至らなかったファイナリストの皆さんも、これからのさらなるご活躍期待しています。皆様本日はお疲れ様でした。では閉会のお時間となりました。閉会にあたりまして、主催者を代表して東京商工会議所新宿支部高野吉太郎会長よりご挨拶をいただきたいと思います。それでは高野会長、よろしくお願いいたします。東京商工会議所新宿支部会長高野吉太郎でございます。閉会に際しまして一言ご挨拶をさせていただきます。まずは最優秀賞に輝かれました細谷幸喜さん、優秀賞の岡田美優さん、誠におめでとうございます。またファイナリストの皆様、大変お疲れ様でございました。ビジネスシーンの第一線でご活躍されている審査員の方々の審査評価され、そしてこれらの事業展開への道筋も見え、ご自身の自信にもつながっているのではないでしょうか。これからビジネスを行っていく上で様々な課題が出てくると思いますが、今日得られた自信を糧にこれからも突き進んでください。今回はコロナ禍の中、コンテストの実施も危ぶまれましたが、無事こうして最終選考を終えることができました。今回は学生の皆さんにこのコンテストの参加を通じ、ビジネスへの関心を深めていただき、将来の起業へつなげていただく学生賞を創設いたしました。おかげさまで過去2回を大幅に上回る80件の応募をいただき、そのうち65件が
学生の方々からの応募でなりました。将来を担う多くの若い方々の企業ビジネスプランへの関心を持っていただくこと大変嬉しく思います。今回は最終選考に残られた方もビジネスプランを考え応募されたこと、また最終選考に残られた方は厳しい審査を勝ち残りアクティベーターのアドバイスを受けながら最終選考まで頑張ってこられたことは非常に貴重な経験になったと思います。これをきっかけに今一度事業計画のレベルアップを図り、ぜひまた次回もチャレンジしていただきたいというふうに思います。最後になりますが、東京商工会議所新宿支部は新宿区とともに次世代を担う方々の新しい分野への挑戦を積極的に支援し、新宿区内の産業をより盛り上げていきたいと考えております。今後の皆様方のご発展とご活躍をご記念いたしまして、私の挨拶にさせていただきます。高野会長、ありがとうございました。本日のイベントはこれにて閉会となります。皆様、長時間にわたりお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。アイデアを解き放て、世界を変えろ。新宿区と東京商工会議所新宿支部はこれからも時代を動かす新しいビジネス、新宿から世界へ羽ばたく方を全力で応援いたします。なお、表彰式の模様は後日新宿区公式 YouTube チャンネルにて配信いたします。詳細は新宿ビジネスプランコンテスト公式ホームページにてお知らせいたしますので、ぜひチェックしてください。それでは皆様、次回新宿ドリームアクティベーション4でまたお会いしましょう。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。